はい、公認会計士、税士の山田信也です。まさかの、個人事業主、毎月10万円、月日支援金、10月分も継続、And、よくある間違いです。お送りする内容は、10月からの少し特殊な月日支援金、今後のスケジュール、最近のトピック、よくある間違いをお届けいたします。というわけで、10月1日にですね、経済産業省から驚きのニュースが出されました。こちらです。 経済産業省は緊急事態宣言が解除される19都道府県による時短要請や外出自粛要請の影響により、売上減少要件を満たす事業者に対しては10月分まで月日支援金の支援を行いますということで、どういうことかと申しますと、もともとですね、月日支援金は中小企業など上限月20万円、個人事業者フリーランスの場合は上限月10万円まで売上は50%以上減少している事業者に給付しますよという制度なんですが、大前提として、 緊急事態宣言かまん延防止等重点措置の地域の方もしくはその地域で出されたこれらの宣言の影響を受けた事業者というのが大前提でしたなので8月9月に関してはですね、まあ、こちらのような緊急事態宣言の出された地域やまん延防止等重点措置の出された地域もしくはそこから来るね旅行者が多い地域についてが月日新規の対象でした ところが10月はですね緊急事態宣言とかまん延防止等重点措置が全て解除されたにもかかわらず緊急事態宣言だった地域北海道茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫広島福岡沖縄の地域だったりその地域の事業者と取引していて影響を受けた人は月支援金の対象になります。 一方ですね、まん延防止等重点措置だった地域に関しては、もう完全に今回は関係なくなります。あとですね旅行客5割地域 についてはですね、現時点では何も発表されてないので、ちょっとわかりません。なので、今回は、これら、19都道府県の飲食店の休業や時短営業の影響を受けた場合か、この19都道府県の外出自粛などの影響を受けた旅行とか小売とか教育、福祉、イベントなどなどについては、月日支援金の対象になります。10月分ということは、去年の10月、もしくは一昨年の10月から売り上げが50%減少した事業者ってことですね。で飲食店は飲食店 別の協力金が10月も続いてますので月次申金は対象外ですこれを踏まえたスケジュールを申し上げますと10月1日からですね9月分の申請が既に開催とおりますで10月31日には8月分の申請が終了11月1日からは10月分の申請開始11月30日には9月分の申請終了12月31日に10月分の申請が終了と,というのが現在のスケジュールですねそしてですね最近うちのお客さんとかでもあったよくある間違いについてお話

めっちゃ遅れてますよねこちら経産省のホームページをご覧いただいてもですね2週間以内が38%なんだけど3週間4週間以内が35%そして1ヶ月以上送っている方が27%もいらっしゃるということでかなり遅くなっておりますで申請要領をねよくご覧の方はお分かりかと思いますが1回給付を受けたらですねこちらの3番ですね簡単申請ができるんでどうしてもですね給付が遅れてるんだけどなんとか簡単申請したいから次の申請を待つと例えば6月と8月に月1日給をもらう 方のの場合はは6月月申請給付を受けててかから8月出したいなっていう思う気持ちはよくわかるんですが実はですね、給付がまだであっても、マイページからですね、事前確認をしなくていい、まるに基本申請っていう手段もあります。表で言うと、こちらの真ん中のルートですね。これは一旦事前確認を受けて、申請さえすれば、次の月、その次の月もですね、申請はできます。 さらにですね今月日支援金のサイトもすごいしっかりしてまして過去に入力したデータが大体いい残ってますんで入力もね1から全部やり直しってわけじゃないんですよ結構サクサクね進めて添付とかはね一個一個しなくちゃいけないんですけどもそこまで手間ではないですので給付待つぐらいなら基本申請で出してた方がいいと思います ちなみにですね、実際に着金があってからホームページ上でね振り込み完了っていうのが出るまで1週間かかりますから簡単申請ままで待つのは結構大変なケースがよく見受けられますね。そしてですね10月は延長されましたが11月はどうなのか現在経済産業省が出している情報では1ヶ月をめどに延長ってことで 普通に読むと10月までなんですがいかんせんですね感染状況にもよりますそして総選挙もありますいろんなことを考えると11月がどうなるかはないとも言い切れないまだ全然わからない状況ですですので こういった情報をですね、聞き漏らしたくないという方は、よかったらチャンネル登録をしていただけますと、このチャンネルではですね、分かり次第動画にして配信したいと思ってます。そして、こちらも動きがございます。地方自治体の支援金ですね。どういうことかと申しますと、月印支援金の受給後などに地方自治体からもらえる支援金です。で、こちらはこちらね、ベッド。 申請が必要です。何もしなくても東京都からお金が入ってくるよ、みたいなことはないです。ちゃんと申請してください。で、給付のパターン2つあります。1つはですね、国の支援金もらった人に追加で加算しますよっていうケースですね。東京、埼玉、千葉、神奈川、石川、滋賀、広島などなんですが、今回あたり大阪もついに始めるようです。 大阪府にお住まいの方はぜひチェックしてみてくださいそして2つ目のパターンがですね国の対象外なんだけど支給しますよというですねだいたい売上減少が50%から30%の事業者が対象になることが多いですこれらの地域今挙げてますが すでにね、申請期限が終わっているところもあるかもしれませんが、意外とこれまた延長してますみたいな情報も出てるんで、一応今全部載っけてます。ぜひね、皆様のお住まいの都道府県市区町村ご確認ください。で、ここでよくある間違いなんですけれども、一のですね、国の支援金に加算するパターンなんですが、そもそもこの月日支援金というのは、売上が減少した分を補填しますよっていう制度です。これは持続化給付金みたいに、 100万円みたいなものじゃなくてあくまでも減少分の補填ですそのため国で支援金もらいましたで、地方でももらいますでもその上限があくまでも売上の減少額なんですよねということは国ですでにもう上限いっぱいもらった人はですね地方だとだいたい0円の場合が多いですこれも全てとはいないんですが基本そういう設計の都道府県が多いですので私がですね結構動画でいや東京都は1人5万円もらえますよって 結構言いがちなんですが、すでに上限の方は5万円までいかないケースもありますので、そのあたりはご留意ください。詳しくはですね、月齢支援金のサイトや各自治体のホームページ、そして私の YouTube や Twitter などをご確認いただければと思います。このチャンネルでは税金、ビネス投資、経済のお得な情報や、国のちょっと難しい制度について、いち早く解説しようとしているサイトでございます。もし役に立った情報がございましたら、高評価を押していただけると嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。